ちょっと優しい口調で少し笑いながら奥さんに愛してるよとおっしゃってて、でもそういうのがやっぱり伝わってくると、私たちは辛いですよね。私たちは確かにわからないと言っても、大内さんがこれから状態が悪くなるっていうのは想像はできることでしたし、あと大内さんももちろん